だよ。な、もしかして、地脈の影響だったりするのか？でも、こうやって外でキャンプするのは久しぶりだよな。ひひ、なんだか冒険を始めた頃に戻ったみたいな気分だぜ。おやすみ。まだ交代には早くない？ちゃんとぐっすり眠れた？危ない場所では警戒を怠っちゃいけない。あくびばっかしてるんじゃダメだよ。きついなら戻ってもう少し休んでていいよ。僕はまだ眠くないからさ。そう？無理しなくていいんだからね。夜中しか観察できない動植物も多いから夜更かしには慣れてるんだ。そういえば、あの機械ガニを見なかった？さっきまであそこを走り回っていたのに、どこかに行っちゃったんだよね。見抜かれちゃったか。でも警戒すべきは彼というよりも、まだ顔を見せてくれないマスターの方だ。何の前兆もなかった今回の地脈の大量漏出は、誰かが地脈の流れのルールを破ったせいで起こった可能性が高いと思う。ちゃんと調査が済むまでは用心した方がいいよ。教練員が機械生命の研究を廃止してもう数年経つからね。そいつらの羊は怪しい。かつてソロン派の間では機械生命の課題が流行してね。僕の後輩にもその研究に携わっている奴が何人かいる。彼らはとても魅力的なアイデアを考案した。人類の自然征服を助けるために、知識を使って、新しく使いやすい生命を創造することだ。しかし、どれだけモジュールを入れ替えても、機械の本質はコマンドを受け取って実行すること。人間や他の生き物みたいに、自律的な意志を持つことはできない。機械生命と自然生命の違いを探ろうと、狂信的な学者たちは、際限なく動物の生態解剖を行った。その実験の異常な残酷さから、機械生命の研究は廃止となったんだ。皮肉にもその後、学者たちはますます衝動的になってきてる。もしかしたら数年後にはまた、その研究が解禁されるかもしれないね。難しい質問だね。機械生命そのものには興味あるけど、当時の学者たちの態度は気に食わなかったな。僕の個人的な意見なんだけど、僕の先祖は砂漠から来たワルカシュナたちと生活を共にし、助け合ってきた。僕たちの血統は共生の関係から生まれたってことだ。だから僕からすれば、どんな命だって大切なんだよ。生命を理解するためには、まずそれを尊重するのが大前提だ。生命は消耗品じゃないし、知識は王冠と王爵であっちゃいけない。僕が一部の学者を不満に思うのはそこかな。これは僕が教練員を去った理由でもある。自分を他の生命の上に置いて、横島な思いで純粋な生命を研究して、一体何を達成できるって言うんだ？本当？それはよかった。コーヒー？僕たちのために入れてくれたの？はぁ、しょうがない。一生懸命頑張ってくれたもんね。もう一つあげるよ。それよりも、どうして使わないの？躯体はあちこちすり減っちゃって、エネルギーも残りわずかだっていうのに。そうかい。まあいいや。ありがとね。でもちょっと休みたいんだ。コーヒーは彼にあげて。見張りは頼んだよ。くれぐれも気をつけて。
旅人、パイモン、おはよう。体調の方はどう？大丈夫？僕もだよ。奥へ進めば進むほど、地脈漏出の源に近づいてきてるみたいだね。今日は早めに出発しよう。僕はテントを回収するけど、君たちは、オイラたちに手伝えることはないか？じゃあ、山火事を防ぐために、焚き火を消しておいてくれる？あと、昨日設置した空中装置も回収しておいてほしいんだ。ここの生態環境に影響しないようにしないとね。うん！火消しはオイラに任せろ！うん。終わったらここで合流しよう。どうやって火を消したらいいんだ？よし、火が消えたな。あとは鍋の片付けだ。こうなると戻ってからにするしかないね。今思い出したんだけど、寝る前にエッセンシャルオイルを尻尾に塗っておくのを忘れてた。ほら、いつもより少しツヤがないだろ。まあそうかもね。一晩だけだし、そんなには影響ないかも。戻ってエッセンシャルオイルを調合すればまだ間に合う。ちょうど先月買った薬剤が残ってたはず。さて、そろそろ行こっか。ここよりも奥では、より凶暴な機械と出会うかもしれない。それに、地脈の影響も大きくなってる。もし厳しいと思ったら、戦闘は避けておくのが合理的だ。汚染源に到達するまでは、できる限り体力を節約しておこう。やっぱり汚染源に近づけば近づくほど機械の魔物が増えてきてる。油断しました。
見ると、ここの植物、確実に何か違うね。地脈エネルギーも他の場所より強い。僕たちが探していたのは、ここかもしれない。準備はいい？中に入ってみよう。しょうがないみたいだね。だったら早くやっつけよう。難攻不落。エネルギーはここから漏れ出してたんだ。この装置、なんてことだ。延々と地脈を抽出し続けてる。一体誰がこんなことを。後先を考えてないの。このまま地脈を破壊し続けたら自己修復すらできなくなるよ。そんな、絶対に止めないと。操作できるところが見当たらないぞ。ここ
ここにいると、地脈エネルギーを直接浴びることになる。そしたら、体も取り返しのつかないダメージを受けてしまうかもしれない。君とパイモンは先に避難するんだ。僕はこの装置の止め方を調べてみる。でも、いくらティナリでも、地脈の影響は避けられないんじゃないのか？オイラたちも残るぞ。ティナリを一人にさせるわけにはいかない。わかった。なら一緒に探そう。制御ユニットが見えないってことは、この辺に隠し扉があるはず。もしかしてお前、どこに隠し扉があるか知ってるのか？おい、待てよ！気をつけた方がいい。よく痩せてるし、目の下が青い。多分慢性的な栄養失調と過労で倒れたきり、二度と目を覚まさなかったんだろうね。一体何があったのかな。あ、君を忘れるところだった。ほら、もう最後の一個だからね。あいつ何やってるんだ。さあ、部屋の配置からして、ここは研究室みたいだ。奥に実験資料を保管してあるかもしれない。資料室に何か手がかりが残ってるはずだから、探してみよう。この場所について何かわかるかもしれない。広かったんだな。すごくうまく隠してあるね。
いい隠れ家だ。パイプは奥に続いてる。早く行ってみよう。実験ノートがいっぱいあったけど、全部読むには時間がかかりすぎるからね。実験に使われた映像フィルムを探し出したよ。シリアルナンバーを見る限り、多分2年前のものじゃないかな。映像フィルム？うん。ソロンハは昔、実験映像を残すための装置を作ってたんだ。そうして作り出したのが映像フィルム。でも、この装置は値が張る上に安定性にも欠けてるから、一部の研究室で使われてるだけで一般公開はされてないんだ。じゃあ、早く見てみようぜ。ちょっと待ってね。どうやって再生するのか確認するから。うん、これでよし。カカタ、カカタ！まったく。しばらく目を離した隙にどこ行ったんだ？お前そこにいたのか。早くおいで。ここが俺たちの新しい家だ。このアバッドイがここで大活躍して強烈にのさばる骨董品どもを感服させてやる。お前も嬉しいのか。でもカカタ、お前は俺たちがこれから何をするのか分かっているのか？そうだな。分からなくともしょうがない。いいか、カカタ。俺はこれからここで大量生産可能な機械生命を作るんだ。これまでにない技術を使ってな。臓器を模した機械に電流を血液のように流す。鋼でできた心臓は鼓動し、部品でいっぱいの脳は俺と同じように考えることができるようになる。遺跡からの掲示、強霊院に止められた研究、俺は全てがここで復活すると願っている。そして時が来たら、お前らは人の言葉を理解し、人と共に生活できるようになるんだ。それも単なる機械としてじゃないぞ、真の生命としてだ。大丈夫だ、お前にもいつかわかる。いつかな。カカタって、あの機械ガニのことだよな。このアバッドイっていう学者は、強霊院に何を証明しようとしてたんだ？思い出したよ。あの頃、確かにアバッドイって後輩がいた。機械生命の研究の一件で、強霊院から追い出されたんだ。後輩？それがどうかした？いよいよ、ただ、アバッドイはティナリより年上な気がしたんだけど。学級に年齢は関係ないんだ。僕は早くに学業を終えたから、後から入学してきた人には、先輩って呼ばれるんだよ。そうだったのか。もちろん年齢も大事なことだけどね。一時期なんかある種の珍獣みたいに連れて行かれては写真を撮られてたよ。そんなことより他にも映像フィルムがないか探してみよう。
もうかなり経ってるね。その間に一体何があったんだろう。珍しいな。まさかお前が操作ミスで故障するなんて。どうやらコーヒーを入れるのはまだ難しかったみたいだな。それとも俺が設定したパラメータに問題があったのか。よし、これでもう大丈夫だ。ハサミのパーツに水が入っちまったせいで配線がショートし、脳からの信号を受信できなくなっていたんだ。ほっと、こんなことお前にはわからないか。大丈夫、新しいパーツと取り替えてやったからもう治ったはずだ。動いてみて違和感がないか確認してみろ。次は気をつけるんだぞ。最近は資金面が厳しいからな。備品もエネルギーも残り少ないんだ。なんだ、嬉しそうじゃないか。カカタ、俺は昨日ある夢を見たんだ。夢の中でお前は喋っていた。教練員の奴らはいつも機械の知能など統計学の延長に過ぎないって言ってたよな。お前が俺と話せてるのを見て、あいつら唖然としてたぞ。ただの夢だったのが残念だ。お前のその純粋な姿を見ていると、俺と会話するどころか、俺がいつかいなくなったとしてもお前は異変に気づかないんだろうな。まあいい、まずは来月のエネルギーを何とかしないと。アバッドイは教練員を出た後音信不通になったんだ。僕はあの時、アバッドイは意気消沈して機械生命の研究を諦めたんだって思った。まさかこんなところに身を潜めて実験を続けていたなんてね。カカタのためにパーツも交換してあげてたし、なんだか悪いやつじゃないみたいだよな。なんで地脈に目をつけたんだ。とにかく他にも探してみよう。シリアルナンバーを見る限りだと、次の映像フィルムはここにあるんじゃないかな。乱雑な字だね。これはきっとアバッドイの心理状態が変化したからだ。もう一つ日付のない映像フィルムがあるよ。置き場所もなんだかおかしいし、アバッドイが置いたとは思えないな。カカタが手伝って整理したって可能性はないのか。それはどうだろうね。とりあえず最後の二つだ。どんな内容か見てみよう。すまんカカタ、考え事をしていた。俺にとって今日は特別な日なのかもしれん。少し前の実験で俺はお前たちに生命の本能を与えることに成功した。エネルギーが少なくなったりパーツが破損したりしたら、サバイバルコマンドを実行してエネルギー補給とパーツ交換を優先するようになる。これは非常に危険なことなんだ。そして俺は今日もっと危険なことをやってしまった。地脈を今後のエネルギー源にするため三代目地脈抽出装置を正式に起動した。機械生命を開発するには大量のエネルギーが必要だ。いくら節約したって手持ちのお金では足りない。カカタ、俺はもう疲れてしまったんだ。これまで実験を続けてきたが、何のために前進するのかわからなくなってきてしまった。生物の臓器を模倣したところで、
機械は冷たい道具に過ぎないとあいつらは言う。俺はそれが間違っていることを証明したかった。お前らを聞いたり話したりできる生き生きとした生命にしてみせるってな。おい、俺は別に面白いことを言ったわけじゃないぞ。言語、感情、動作、お前らの機能をできる限り充実させ、何度も改良を試みてきたが、はっきりとした成果は得られなかった。お前は中でも一番特別な存在だが、そんなお前でさえ俺の言葉を理解できない。反応してくれるのは、あらかじめ設定した限られたコマンドやキーワードに対してのみ。カカタ、一度でいいからお前から話しかけてくれたら。うん、わからないよな。答えてくれないのも無理はない。数日以内に失敗作の地脈抽出装置を売って実験継続のための資金を集める。俺は突き進まなきゃならないんだから、しょうがない。これは新しい発見だ。ここからさらに2つの制御モジュールを導入して脳の構造である視床をシミュレーションする。こんな時に限って心臓が苦しく、やはり薬代をケチったのがいけなかったのか。カカタ、ちょっと手を貸してくれ。おかしい、体に力が入らない。まずい、装置を止めないと。装置を止めるんだ。無制限にエネルギーを供給したらあいつら制御不能になる。まずい、装置を停止させるコマンドは入れてなかった。だから俺が何を言ってるのかわからないんだな。やはり教練員の奴らが言うように、機械生命は危険しかもたらさないのか。結局何のための研究だったんだ。カカタ、ついにお前を真の機械生命にしてやれなかった。すまん。なるほど、新薬漏出の件は事故だったんだね。アバッドイが不慮の死を遂げた時、機械の魔物は本能に駆られ地脈からエネルギーを取り出し続けた。それで地脈はひどく破損してしまったんだ。そうだな、どうしてカカタは他の機械の魔物みたいに暴走しなかったんだろう。それはカカタがその辺の機械の魔物とは一味違うからさ。本物の生命と同じように泣いたり笑ったりできて自分の思考を持っている。アバッドイからすればそれらが全部揃って初めて機械生命と呼ぶことができた。というよりそういう機械を作らないと教練員に長年の研究を認めてもらうのは不可能だったんだ。でももし実験品としてではなく、カカタを友人として見てあげてたら、彼も気づけたかもしれない。カカタは確かに話せはしない。でも常に自分よりもアバッドイの方を気にかけてたんだ。それってどういうことだ？もう少しすれば、君にもおのずとわかるよ。でもその前に、
僕たちにはもっと重要な任務がある。地脈抽出装置の制御ユニットを見つけ出して早く止めないと。またさっきの透明の床だ。なんだか迷宮みたいだね。あるのが最後の部屋だ。制御ユニットもきっとそこだよ。でももう道がないぞ。おい、飛び降りてみるか。
8両目を追えば。これが制御ユニットだ。制御ユニットの電源を切れば、地脈抽出装置は止まるはず。地脈を壊す外力さえなければ、ゆっくりと自己修復していくはずだよ。今はきっと、カカタの方が気になるんだろ。さあ、一緒に戻って確かめようか。というものが理解できないんだ。それでもかつて故障した時、アバッドイにパーツを交換してもらったおかげで正常に戻ったことを覚えてたんだろうね。確かにカカタに思考能力はないし、わからないことも多い。だけどそれでも子供と同じように大人を真似するんだ。だから機械パーツを奪ってたのか。でもあいつがどんなに頑張っても、もう修理することはできないんだよな。うん。でも大事なのは、カカタにアバッドイを直したいという考えが生まれたことだ。
どうやって生まれたのかはわからない。でもその考えは、アバッドイが設定した本能さえもしのいでたんだ。もし僕たちの推測が本当なら、これは凶霊院を揺るがすことができる研究だよ。古代の技術ではできたのかもしれないけど、現代の科学で成功した人はまだいない。おい、カカタ、聞いたか？お前、ティナリに褒められたんだぞ。きっともう限界なんだ。もうずっとエネルギーを補充してないし、激しく破損したパーツも交換できてないからね。むしろ今まで持ったのが奇跡だよ。僕は地脈抽出装置がちゃんと止まったかどうか確認してくる。君たちも一緒に来なよ。彼らを二人っきりにしてあげよう。地脈抽出装置は止まったよ。空気中にはまだ地脈エネルギーがかなり残ってるけど、漏出の源は立てたから、この量なら浄化装置で処理できると思う。あとは手遅れになる前に地脈の影響を受けた人を治療しないと。告知板に汚染区域の危険性を書いて、患者がコレイのところに向かってくれるようにしよう。凶霊院のルールでは、彼ら全員を連れ戻さないといけない。機械生命に関する研究資料は全て破棄され、カカタは解体されて保管される。そんな！君たちは先に戻ってて。残りは僕が処理しておくから。地脈漏出の源は塞いだけど、空気中の地脈エネルギーはまだ普通より高い。このままじゃ、君たちの体が持たないよ。でも。君はともかく、旅人はあまり休めてないだろ。ここの研究資料は数が多いから、梱包に時間がかかる。君たちは実験について何も知らないし、ここにいてもあまり意味がないんだ。仕事は片付いたって、冒険者協会にそう伝えてくれる？あとはぐっすり休んどいて。他のことは、また明日話そう。あ、そうそう。アバッドイに関しては、他言無用ね。機械生命の研究に関わることは、あまり知られない方がいい。わかった。じゃあ、オイラたちはキャサリンのところに戻るぜ。なんでまだここにいるの？ここは僕に任せて。君は冒険者協会に報告して休んどいてよ。森の奥からの地脈漏出だったんだ。今は解決して正常に戻ったぞ。そうでしたか。本当にお疲れ様でした。空気中に残った地脈エネルギーが薄まったら
住民へのお知らせを張り出しましょう。そうなればこれまで通り自由に行き来できるようになります。こちらがお約束していた報酬です。どうぞお受け取りください。カカタは教練員行きになっちゃうのか。すでに故障はしてたけど解体されるって考えるとちょっと悲しくなっちゃったぞ。だったら明日ティナリにお願いしてみないか。本当はすぐに行きたいけどティナリは明日話そうって言ってたし、今戻ったら怒られるよな。じゃあ決まりだ。明日ティナリにはカカタを解体しないように言おうぜ。藤もどき、腎腸外科、腎腸外属、著しい抗痙攣効果があり、麻酔粉として使用することができる。両組の実験データによって、魚に対して特に毒性があることが分かった。と、ちゃんと記録しておかなくちゃ。静かにしてって言ったのに。植物はちっとも気にしないだろうけど、僕の耳には響くんだ。お前、カカタを解体しなかったのか？解体してどうするの？だってお前、教練員のルールだって言ったじゃないか。なるほど。こんな朝早くに僕を邪魔しに来たのは、そのためだったんだね。まあ、昨日ちゃんと説明しなかった僕も悪いか。僕が言いたかったのは、教練員のルールでは研究成果はすべて破棄することになっているから、あの場所を教練員に見つからないようにしようってこと。とりあえずカカタを修理してたんだよ。昔教練員にいた時、ソロン派の授業を履修したことがあるんだ。まさか役に立つ日が来るなんて思わなかったけどね。それから、カカタと一緒にアバッドイを埋葬してきた。実験資料の一部は記念として持ち帰ってきたけど、ほとんどは燃やして深く埋めたよ。証拠隠滅のためにね。僕は教練員の人間じゃないし、あそこのルールなんか知ったこっちゃない。それよりも、今はアビディアの森のレンジャー長として、森の生命たちを守る義務がある。この世に生まれた命には必ず意味がある。カカタも例外じゃない。存在する以上、勝手に捨てたり壊したりするべきじゃないんだ。よかったぜ。でも、ティナリは今、命って言ったよな。ってことは、もうカカタのことを真の生命だって認めたのか？あくまでも可能性の話だよ。
何しろアバッドイを修理しようとした挙動は解明が難しいからね。アバッドイが残した実験記録だって氷山の一角でしかない。彼がどれだけのコマンドを設定していたのかは誰にもわからない。もしかしたらカカタは単純にコマンドから生じた不具合のせいでああいう行動を取ったのかもしれないしね。だから厳密にはカカタが真の生命だとはまだ言えない。でも可能性がある以上、僕はそれを信じたいんだ。ちなみに僕はこの研究テーマを続けることにはほとんど興味がない。連れてきたのも単にここが隠れ家として優れているからだ。でもまあ実験のアシスタントとして働いてもらうのもいいかな。少なくとも実験記録くらいはこなしてくれそうだしね。君はどう思う？以前、教練員の知り合いに言われて、集合写真に付き合ったんだけどさ。僕にも現物が届いたんだよね。集合写真には興味ないけど、捨てるわけにもいかないし、箱に入れて撮ってあった。昨日それを探し出して見てみたら、アバッドイが写ってたから、カカタにあげたんだ。彼も喜んでるみたいだし、それで、十分だ。